ドラフト総チェックはいということでね今ドラフト1巡目が終わったばっかりですけども、まあ、今2巡目ね行ってますけども今ですね JCOM さんのイベントですねスカイエ a さんとのコラボですねドラフト中継を見ながらですねイベントね田中大輝さん MC ですね「鳥リの佐々木が2500人の応募の中から選ばれた200人なんと倍率10倍以上の当選者の皆さんと一緒にですねドラフトのええー 前後ね途中などを含めてですねトークショーして,て、えー、非常に楽しい時間でしたねその中からねドラフト1、えー、指名されましたけどもねまあもう今年はね公言しすぎて盛り上がりにかけるっていうね「あのおお」とか「ああ」とか全くない「ほう」みたいな。 とということでね、まあ、振り返っていきましょうというところでね、まああのまあ、パ・リーから行くとねオリックス優勝したチームはね曽谷、まあえー、白根大学というね、まあ、左ピッチャーというところで、まあ、左取るんだ、ね、まあ宮城、えー、田島、そしてまあ山崎幸也とかね、えー、左はいるけども、まあ、やっぱり先発ちょっと手こ入れしたいというところと、まあ、左、ね、うまくいったらリリーフとかね山崎幸也回して前にソタリっというところもね、えー、考えられるしそういった意味では、まあ、先発を 厚くしたいっていうところので、ね、まあイメージはね、えー、高かったのかなとね。で、ソフトバンクはねいいねいつわっていうね。ま内、あ、野しねここはだからやっぱりそのまあ。 内野手がね、サードもマッチのあと、ね、埋めきれないっていうところと、まあ、今宮もね、今年頑張ったけども怪我勝ちで次のショートっていうところがねだからまあ、クライマックスとかカワセとかね、出てきてましたけども次のショートっていうところがまだここねなかなか準備できれないっていうところでまあ、ポテンシャルも高いしね、身体能力もあるっていうね、中で技術はここから教えていくぞっていうね未来に向けてまあ、高卒の,あのいつはっていうところを考えるとまあ、ここもね、あのチーム状況から見るところによるとまあ、そこまで でね、悪くないドラフト1位だったかなとただ、懸念はね、最近やっぱりね、あのドラフトのチェックのところで言いましたけども、ソフトバンクはね、ドラ1がここで最近、レギュラーとして、えー、ジョージいないっていうね、怪我して抜けたりとかっていうね、ところもあるんでね、そこら辺どうなるのかっていうね。で、西武、西武はね、早稲田の蛭間選手っていうところで、これはまあ動画内でも言いましたけども、やはりね、外野手補強が急務っていうところでね、まあ今年のね、えー、ドラフト戦力の中で、まあ外野手でね、 早々に出てこれそうなところっていうと、まあ、中央大の森下君だとかあとは早稲田のね広間君っていうところになるね、えー、中で早々とねこのドラフト1位を表明っていうところでは、まあ、いないち、ねまあ、長距離砲っていう魅力もあるし体も大きいそういった中では西武にね、えー、フィットしやすいんじゃないのかなっていうところは、えー、あります。で楽天がねね、えー、立教大ここ、ね ロッテ、公表してますけど、楽天は。ロッテはね、公表してなくてですね、えー、ここ、誰行くのかなっていうね、えー、メディア上では東芝の吉、えー、村くんじゃないのかなっていうところとかね、外野で森下くん行くんじゃないのかっていうところもありましたけども、なんとね、正治投手っていう中で、まあ、ここはね、多分吉井さんが監督になって、 当初の予定ももあったかも分かんない当初のままかもしれないし当初から変わったかも分かんないけども、まあ、ここはですね、まあ、吉井さんがねピッチャーのその元々の、ね、テクニカルの部分ではやっ秀でているっていう中で、まあ、聞いたと思うんだよね吉井さんにこのピッチャーの中でどれがいいですかっていうところで多分吉井さんがその中でのポテンシャルえ将来性を考えてこの庄司投手に決めたんじゃないのかなっていうような、ねえー、推測をしますけども抽選になってね楽天の社長と。 吉井さんの抽選で2個しかないところ吉井さん、働くじあるところを、ね、外しちゃって、ね、楽天が獲得そしてロッテは、ね、そこから先週大の、ね、菊池投手っていう、ね、こ,のこちらもね2部とはいえ、ね、防御率0点台ともう4勝1敗だったかな5試合登板で素晴らしい成績をね、まあ、2部ですけどね抑えているというところでは結果に結びつけているので、ね、非常にいいし、まあ、聞くところによるとね先発とリリーフ、中継ぎどちらでもできるというところを考えるとねひょっとしたらね 守護神候補で、もしね、オスナがね、ソフトバンクとなんか取りに来てるからね、もしくはメジャーに帰ったり流出したところを考えると、ひょっとしたらこの菊池投手を抑えも見込んで取ってきてるんじゃないまあもちろんね、先発として、えー、頑張れたらそれでいいけども、まあひょっとしたら抑え候補としても、 意識あるのかなっていうような感じはしまるんですけど、まあ、右のね先発がとかね右の投手が欲しいんだなっていうところの意図,意図としてはね非常に良かったんじゃ続いてはね、えー、日本ハムが、えー、日本体育大学から、えー、ザーザー投手こちらね、まあ、二刀流っていうところでねピッチャーとしてのポテンシャルもいいですけど、まあ、野手としての、ね、足も速いしあのバッティングの柔らかさっていうところはポテンシャルあるんで1、まあ、歩間違ったらもう野手転向っていうのもねあるかも。 わかんないしかもあそこまで足あってっていうところ面白いしなんか野手守っててリリーフ登板っていうのもねちょっと面白いんちゃうかなとでなんか, 1, 冊なんか、ね、1人1冊投げてもう1回守備に変えるみたいなね、えー、っていうところもちょっと面白いんじゃないのかなっていうところはありますけども、まあ、今後ね、ね、えー、二刀流で DH はもったいないね足もあるしね、まあ、DH でまだ日本もねひょっとしたらメジャーみたいに DH に入って。 ピッチャーでも降板してもそのまま DH に入り続けれるっていうのがね変わるかも分かんない変わるかも変わらないかもどっかが反対しては変わんないんだよねこれはなかなか難しいところだけどもまあね一本釣りというところでは、まああのね、日本ハムは佐々木さんで、ね、当てましたよだからそうパ・リーグでいうとイッツァ選手ね先生がドンピシャで当ててで西武蛭間とか蛭間選手当ててねで矢沢選手当てたから結構ね佐々木チャンネルも当たってるんじゃないですか っていうところがね、パリーグの一選択っていうところでね、なりましたけども、え続いてね、セリーグはね、一ヤクルトの吉村投手ね、投手はこれはこのね、あのイベントの前にね、各ドラフト一候補者選手の映像っていうのを撮りたいとかとみんなで一緒に見たのよ。その中で全員一致で、まあそのね、映像をどれ選んでるかっていうにもよるからね、それはまあちょっと違うかもわかんないけども、その用意された映像の中では吉村投手が 一番良かった映像が、の中での球の,このフォームゆったりしながらのスピードの、ねえー、キレ、球持ち、ね、投球感、質感、スピード感、変化球、フォーム、一番、全員の1押し。だから速いかも分かんないね、ひょっとしたら。しかも先発いないしね、入れる余地あるから、ひょっとしたらね、この吉村選手は来年の新人王筆頭かも分かんない。正直今ねね続いて、ね DNA、が 公表してなかったけども大阪通り松尾保守、守これは良かったね、佐々木ちゃんにルてたんじゃないの、ね、キャッチャー行った方がいいかもっていうね、ひょっとしたら行くかもっていうね、ところで、ここもね、だから多分ね、これ何回も言ってるけど、去年ね、小園、松川を1位、2位で d n a を100%狙ってたと思うよ、それがロッテに松川君、強奪されましたと、今年ね、キャッチャー取んなきゃいけないと、まかり間違ってね、1位で違うとこ行って、ね、松尾君。 DNA 今年ね2位だから上は遅いからねそれまでにどっかに取られたら困るとだから去年のロッテバージョンだね松尾君をも,もう1位でいこうっていうところではねこれはね非常に、えー、いい選択だったと思いますあの去年のこととかも多分そうだったと思うけども今のチーム状況っていうのも踏まえてその大卒とかじゃなくて高卒のこの松尾君取ったっていうのは d n a としては非常にいい選択だったと。 え思いますで続いて阪神ね、えー、こちら俺公言してると思ったしてなかったんだねでも阪神浅野君行くって言って俺は朝のって浅って言ったらなんかコメント欄で公言してませんよってめっちゃ言われてねえそうなのって思ってたら結局ふた開けてみたら浅野君じゃんね巨人と阪神で伝統の一戦でね、えー、抽選引く時に原さんはね一枚上を抜けて下引いたんだよねそれが見事に当たってあのインタビュー嬉しすぎて長い長いね田中大輝さん測ってたけど7分半 まあ、記者も、ね、聞くっていうのも多かったけども喋っててね非常に嬉しそうでしたねでもね浅野、まあ、選手ねだから巨人は高年齢化が激しいっていうところとあと FA でねどうなるのかっていうところもあるけども、まあ、若い選手を育てたいっていうところってね高校生の勢いのいいところで外野もね なかなか育ってきてないっていう中でね、えー、FA でもあるそして、ね、今年の大川ポランコと外国人選手っていう中ではやっぱ自前のね、えー、未来あるスターをね、えー、育てたいっていうところではねこの、まあ、同じ四国だしね浅野君には頑張ってもらいたいっていうのもあるし、まあ、坂本とね同じように高卒から育ててねチームの顔にしていきたいっていうところの,、まあ、あの巨人はね判断だったけどまあここから勝負だね。 巨人はいろんな選手がいっぱい来るからねそこを勝ち抜いていけるかっていうところは本人ににととっても大きなな勝負になると思います阪神はねその浅野くんを外して中央大の森下君ここの選択もね非常に良かったと思うだからこれを読み解くとやっぱタイガースは右打ちの、ね、外野手が欲しいんだなっていうねだから履正社へとった井上君に物足りなさを。 ひょっとしたら感じてるチーム的にね、えー、感じかもわからないしでね来季は佐藤輝をねサードに回して大山をファーストに回すって公言してるからねそうなってくると外野が2つ開くんだよねでそこにまあ近本が入るとで2つ開いたところにあの森下君を収めたいんじゃないのかでも牧の再来じゃないけどもよさげな気がするんだよね俺映像あのこのイベント前に見たんだけども。 崩れてもね、フォームが崩れないしね、こう柔らかさっていうね、下半身の柔らかさもあるし、ひょっとしたらね、牧野再来じゃないけど、いきなりお化けする可能性もね、なきにしもあらず、この森下君、外したとはいえ、ね、あの近本じゃないけど、ね、藤原、ね、辰巳、近本じゃないけども、あるかも、この森下君は、俺の中で、何気にね、注目であります、タイガース。ね、ひょっとしたら、来年、レフトとか、ライト、守ってるね。 開幕戦可能性もあるけども、まあ、そこら辺は、ね、どうなるか分かんないけども非常に楽しみだねでもどうしてもやっぱ外野が、ね、埋めたいっていうそれはまあ佐藤、大山を内野にするっていうところでねで鳥谷も言ってたんだけど岡田監督はもう決めたポジションで、ね、複数ポジションをやらせないと決めたらそのポジションをずっとやらすとそこから抜くときはもう補欠になるときていうぐらいの、ね、覚悟を持って取り組まなきゃいけないねで守備ねコーチも新しく来るし、ね、馬場さんかな、えー、来るしそう、ね、どういうふうな取り組みになるか分かんないけどもここね外野がやっぱポコってあく。 込むと思うけどもこの森下君がねどこまで、えー、頑張れるか、まあ、それもあってねエゴシを出しているっていうのもあると思うんだよねそこら辺は注目度高いねで続いては、えー、広島斎、えー、藤投手苫小牧中央高校高校生ねまあここはいつもね独自路線行くけどもだいたい成功してるからね えー、カープは、ね、でもね、まあ、ここから、ね、どういうドラフトになるかも分かんないけども、ダイエ社会っていいからって思ってたけどもね、まあ、高校生で育成していくんだなっていうところと、やっぱ監督ね、新井監督が、まあ、あの初っていうところでね、まあ、3年目先ぐらいを見ながらね、チームとしてこう駆け上っていけるようにする、来年じゃなくて、来年再来年、その次ね、新井監督3年目ぐらいに、くわっていけるような、持っていきたいっていうところはね、ひょっとしたら、 えー、あるかかもしれないいっていうねでもねこの高校生の中ではこの、ね、かなりポテンシャルが高いっていう評判なんでね非常にどう前剣みたいな、ね、感じのチームとしてはなってもらいたいんじゃないのかなとで、ね、ドラゴンズが、えー、流し投手沖縄大青ドラゴン正解、ね、うちのスタッフ優秀 ね、っていうところで、まあ、キレもあるしねあとあの沖縄育ち沖縄生まれ沖縄育ち沖縄大学、えー、地元の大学から初のプロ野球選手今までは高卒もしくは、ね、本土の大学から出身者はいたけども、ね、沖縄大学県内大学から初の、ね、直のプロ野球選手っていうところでいやストレートすぎて感じも良かったしねポテンシャルも。 非常にいいんでね非常に、えー、面白い存在に、えー、なってくるんじゃないかなっていうね、まあ、ドラゴンズもやっぱり先発ね、ちょっと頭数がね、揃わなかったっていうところとね、まあ、福谷とかね、勝野とか、もう一つ上行ってもらいたいところで、右で言うとね、えー、柳、えー、とかね、そこら辺に続いていくピッチャーがね、なかなか出てこないっていうところではね、ねこの中西投手、良かったんじゃないのかなっていうね、まあ、ここからどうだけど、最近、沖縄戦覆ね、すごいからね、ねうちの青空君の。 ね、忘れててませんかっていうねささすすすすががでで中日青空です、ね、いいところの指名に、えー、なったんじゃないでしょうかっていうね,、まあ、こうね公言しているところが多かったんでねあの重複しなくて、まあ、あの楽天ロッテそして阪神巨人のね、えー、2つ2球団ずつのね指名になって9時、まあ、はね1回ずつになりましたけども、まあ、あとはね2位以下がどんなドラフトなのかっていうね、えー、ところもありますけどもこのあとでね、えー、全球団分。 っていきますのでそこら辺はねチェックししていきましょうこのね撮影をしている途中に2巡目が発表されてですねなんとですねロッテが2位で天理大友杉君内野手取りましたチーンみたいな、まあ、言いたいことはねたくさんあるんでねこれはねアンドラフトのロッテバージョンの時にねガッツリ言いますよねっていうねでれはこれ友杉君のが悪いんじゃないよ 選手のことを俺は全く友祝君はいい選手だし未来をね期待してますけども、うん、っていうところはね語っていきたいと思いますねのあのロッテ編お楽しみにっていうねところです最後にね全体的にこれね公言するチームが旧チームっていうところで談合なのかっていうねもうみんなで分け合おういい選手いっぱいいるしどっかが調句して 4球団とか5球団がっていうのも今年ないと、ね、みんなで欲しい選手取り合おう談合のような別に違反でもないからね談合のような感じの戦略になってきましたしでもね、ねこれは俺の個人的な感想だけどハムとねと中日はね公言しなくても俺は良かったと思うドラフトで、ね、ウェーバー20名が2巡目が日本ハムが一番最初ドラゴンズが2番目だから早く取れるからあの無理に公言しなくても。 どっちがあ2位でも取れるな1位でも取れるなっていうのが分かりやすいと思うのよヤクルト、オリックス、d n a 生徒バンクぐらいは2巡目があとになるばなるほどねどこまで残ってるか分かんないから駆け引きとしてこう公言するっていうのは分かるけどカイドで広島のって中日、日本ハムは公言しなくてもねギリギリまで見て1位じゃないと取れないのか1位でも取れるのか、ね、ってなった時に。 いやこれああ他も指名するんだじゃあ1位じゃないと取れないなでもかぶってないないけみたいなねロッテみたいにあのなりやすいのよで別に外れてもこの選手だから取りたい選手まだいるとってなった時にあのダメだった取れたら OK ダメだったとしても困らずこの選手だからこ、ね、選手、代の菊池選手みたいなねはめ込めるから公言しなくてそこを戦略的に考える方がいいと思うのよ。だから俺は ロッテとかうまかったと思う。そこら辺はね、その公言しなかったっていうところはね。あとまあ D.N.A もね、松尾くん絶対取りなかったから、こう公言して、あ松尾くんの D.N.A 行かれるんだとうちも欲しいから取ろうと思って来られても困るやん。だから D.N.A とかまあロッテは。 公言しなかったことタイガースはね監督が変わるからしたくてもしきれなかったやっぱ岡田さんの意見聞かなきゃいけないからねしたくてもできなかったんちゃうかとそんなもんしなくていいやろって岡田さんぐらいだったら言いそうだからねそういったところはあったかなと思ってだからこの広島ロって中日ハムは公言しないでポーンって出して2位も含めて戦略的に広く考えた方がよりいい選手を。 取れる可能性ががあっったたと思思ううんだかかかから全部いい通りにったかどうかは俺は分かんないでももし思い通りにいってないんだったらこれ公言したことが失敗だったと思うし公言しなくて「あこの選手じゃなくても2位でいけるか欲しいさを取られたなどうする行、まあ、っても2人だからいけ」みたいなね判断もしきで、俺は個人的にしやすいと思うからここまで公言しなくてもよかったけどまあもう談合かなみんなでっていうようなね感じの展開に。 えー、今年のドラフトは見えましたけども、まあ、ここからねサツジャチャンネルで数上げた選手たちがねどこまで指名されるのかサツジの今の下の iPad の中ではどんどん指名した人が2位から埋まっていってますけどもオリックス内イトコこれはねオリックスの戦略ちょっとうまいかもしれない、ね、ここで内藤取れたのは、えー、大きいし西武の蛭間古川外野外野これめっちゃいいドラフトかもしれないっていう2巡目ねええー、そう駒子 の宮製作所のピッチャー楽天もいいドラフトかもしれないこれ回がどうなるか分かんないからなんとも言いようがないんだけどもオリックス内藤浩いいねいやこれ30名以降がめっちゃ気になるけどもなんかあの増田とか東京ガスマスダとか大阪ガスの川野君とかあんまり上位と思ってたけど上位じゃない選手もいるし まあここからどうなっていくのかが非常に楽しみだけどオリックス、楽天、西武は良さそう、ここまでは。でもねあとは12球団の総チェックで ドラフトね全球団やっていきますからぜひそちらもねお試しください。ということで今日はですねまずはドラフト1位総チェック送りました皆さんのね1の球団のドラフトどうでしたか良かったですか悪かったですかでもねこれはね5年後10年後になってみないとこの年のドラフトが豊作だったのか不作だったのか良かったのか悪かったのか分かりませんからねは末永く見ていきましょう佐々木智也、ね、一緒に皆さんとね楽しんでいきましょう。 それではこれからねスカイエーさんの、えー、また9時からの番組出ますのでそちらもぜひご覧くださいそれでは佐々木智也2022年ドラフト総チェックでした